さあやっていきます。ラストステージ医療です。頑張っていきましょう。漢字を攻略の最中、関羽将軍は現れた国により、なんと雲長か。私の剣を持て。全軍急ぎ戦の準備をせよ。なりません殿。国賊は早期、孫悟を攻めることに大義はありません。呉はおのずとこちらに従属します。お考え直し。大義や天下が何だというのだ。この悲しみお前たちには分かるまい。劉玄徳は愛する弟の仇孫悟を討つ。お一人でどうぞ。一人でどうぞ。巻き込まないで。兵士が、兵士たちの家族がかわいそう。義の曹操、やめて。剣と並ぶ一大勢力となった。しかし戦いの日々で失ったものはあまりに大きい。行くの？殿は関羽殿、張飛殿の二人の兄弟の死に心を乱されていた。そして関羽殿の仇である孫悟を討つべく医療に軍を進められたのだ。国賊は葬儀であり孫悟ではないという私の言葉ももはや殿には届かない。諸君の未来のためこの戦何としても勝たねば。いや頑張ろうぜ。ちょっともう顔面してくれよ。耐えようぜ。確かにお前の言葉にこそ理はあろう。だが曹操など今は知ったことではない。我が兄弟の仇、撃つべきは孫悟。敵は我らの動きをすでに察知している。孫権自らが軍を率い布陣を進めているようだ。おそらく戦場は医療の地となるであろう。全軍に次ぐ強大な陣を構え一斉に孫悟の軍を攻撃するのだ。この戦是が非でも勝ち雲長の無念を晴らす。はい、頑張ります。おっしゃるなら、おっしゃるなら頑張ります。なんでお前は左上からのスタートじゃないね。あ、ここがスタートか。張雲の林道のね、どうしようか。体力10、チャージ13が一応あるにはあるんやけど、標準なんよ。で、エボリューションついてないよね。エボリューションが正直欲しいんやけど、運12のエボリューションの軽い、馬術13のエボリューションの軽いと、標準で体力10、チャージ13あるけど、エボリューションがついてないってめっちゃ微妙じゃない。エボリューションあってのものだねな気がするんやけどね。いやー、これはエボリューションじゃない。で、カッタンをどうしよっかな。微妙やな。カッタンでいいのかって思うよな。まあ、いっか、とりあえずやってみようか。とりあえずこれでやってみよう。主膳が途中で来るけん、とりあえず左上から攻めていこうかな。で、しばらくしたら主膳が降りてくるけん、家計をされるのをなるべく止めたい。私の身が果てようと雲長たちの無念を晴らす。落ち着いてください殿。陣の世のため今はお下がりください。いやもうこいつほんま、こいつマジやばない？ちょっと、いや、わかるよ、気持ちは。わかるけど、お前、まあまあやばいで。関羽殿たちの無念、この超支流の槍が扱いない。あ、モデル変えたかったな。なんと、いや、わかるけどさ、俺は、お前はちょっと人の上に立つあれじゃないわ。動かされすぎ。劇場に動かされすぎ。いけるかな？あ、あれ、ちょっと待ってよ。
なんで通常攻撃がガードされるわけ。あれ、ちょっと待って、お、なんで、なんで遠玉追加されんの。え、もしかしてチャージ力って遠玉入らんの。嘘やろ、嘘やろ、ちょっと待って、これやばない。じゃあお前マジで使いしないんや。どうしよう。あ、もうちょっとさ、えぐない？ちょっと待って、これ反撃えぐい。どうしよう。撃ち取ったり、ちょっと反撃エグいかも。チャージ力に反撃ないんすか。マジでイオン厳しない。痛い目に会いたいか。ジョージやったら言っとるよ、厳しくないって。いかんなの、全然ダメだな、これチャージだし。やっかんは論外や、もう使え、絶対使え。ちょっと待って、これはまずい。あ、まずい、やばいかも、これ結構えぐいかもしれん。どうしよう。ちょっと待ってね、考えるよ。いや、分かっとんよ、敵を後ろに置くなって言いたいんやろ。そんなこと分かっとんよ、そんなこと分かっとんじゃけど、そんなこと上がっとんだけど、そんなことしとったらいつまでだっても終わらんのよね。やっぱチャージ4か。チャージ4軸にやるしかないんか。なんとしても雲長の仇、孫権を討つ。どこやったっけ。なんでなぁ、うざ、お前もう撃ってくんなよ、無双乱舞。急にじゃないけど。え、あのさ、ちょっと本当にちょ、えぐいんだけど、反撃のスピードやばない。これもしかしてガード無視か。これもしかしてこのチャージ力ってガード無視やけん属性乗らんの。もういらん、そんなん普通に。もういらん、いらん、いらん、マジいらん。ガード無視とかっていらんよ、普通に属性乗っけて。これはきついの。おお、急に来んなって思わせるけん。このさ、もう乗りたくない馬にも乗るんなんなん。このシステムもようからんねん。なんでこの乗ってほしくない馬に毎回乗るわけ。で、バチューが下か。シャマカが、シャマカが危ない、シャマカが。お前敵の時強いぞ、シャマカ。なんで急に弱なるん？おかしいでしょ？そんなの。いやー、もう、ちょっと超遅いな、足。今
今は守ればよい。帰るのじゃ。急いで。今なら敵の封印を解く。あったらマジで。よし、最後の戦いになろう。抜いて抜いて抜いて、とにかく抜いて。OK、 これで次下行こう。厳しいですな、非常に厳しいですな。このステージこんなに厳しかったですかな。まあでも全然全然2に比べたら全然大したことないです。はい、全然もう2に比べたらもう全くですよ。2なんてもうあんなものと比べたらいかん、おこがましい。あんなものと比べることがおこがましい。引いたな。一気に敵陣内に侵入せよ。どっかのタイミングでね、橋かけてくるはずなんよ、あいつらが。ちょっと待てよ。女性だけ倒しとく。あ、これできるやん。これできるやん。あ、初めて知ったわ。なんでそれガードされるの？意味わからんくね？それガードされる意味わからんくね？待てよ、ちょっと待てよ。箸かける前にちょっと待って。先にこっちだけ倒させてほしい。テーフだけ。なんで？あーダメや、立ってない。あーきつい、厳しい。あーやばいやばい、来た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 。敵の計略なのか。これが最後の戦になろう。いや、これ上からのが近いな。敵将撃ち取ったり。で、主膳を倒したら賭けが収まるけん、とりあえず主膳を倒したい。で、関根亮とおったけんね、使いたくなかったんよ。立てるぜ。魔王かず攻め立てよ。覚醒を一応まああるんやけど、近くにやけど、まあなるべく使いたくなかったよな。修善ちゃん、どこ行った修善ちゃん。刺しで勝負だ、逃げるなよ。やばいやばい、これ修善ちゃん行ってない。あーダメだった。もうざげんなよおんやろ。間に合わんかった、遅かったな倒すのが。ここからが勝負ですね。まあいいや。この炎こそ五の天界の道しるべです。あーマジで119して。119しよう。策はなりました。このまま突き進むのです。やばい、よこっちも相手。抜いてくれ抜いてくれ頼むけ。
やーちょっと待って、これ厳しい。まず両党は確実に倒したい。え、嘘やろ、早いって。負けるんが、いけるよ。全然食らわん全然食らわん攻撃が。で、オラオラオラ足す。オラオラオラ。ここ何？回復？回復あるやん。よし、オラオラオラ倒しに行こう。オラオラオラが負けかけとる。勝ちかけとるか。厳しいなぁ。走ってるね。その動き走ってるね。危ないってお前。お前ちょっといらんことすんなや。危ない。動け。ほら、行くな。あれ、お前動き止めたぞ。俺動き止めたのになんで動きよ。敵将撃ち取ったり。なんなの、なんで取れんの。よし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 。んで、あとは、あ、なんだかんだもう買っとるな。アリクソンとかなんやな。これどこに隠すんやろ。ん？これか。これやね。オッケー。厳しいけど、まあなんとかなるな。さあ、存分に力を。どこ行った？これ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 。このままで済むと思うな。私に先。なんなんもう。なんなん。あったえってだから。あ、マジキモい。腹立ってきた。お前こいつだけはマジで。こいつだけよ腹立つな。絶対こいつやもう。ああ、いや、倒してなかった。倒してなかったよー。終わりかよ。くそ。敵将、撃ち取ったり。範囲がないんだな、思ってる。誰か回復持ってない？新兵隊落ちおる、新兵隊落ちおる。持ってないの？マジで。お前に何の使い道があるの？その他に。この陣形、諸葛亮先生の罠でしょう。ですが、勝利のため、あえて突入します。いや、もう生かさんよ。生かすわけないでしょ。生かすわけないでしょ、君を。今こそ、撃って出ましょう。勝てそうですね。ユービー、今チャンスよ。いらんときにデンディー行け。今出ていこう。このような私憤の戦で負けるわけにはいきません、ね、負けるわけにいきませんね。その格好キモいですね。先生堂々と戦いましょう。ドンドンドン。なんかブイブイ鳴ってない。敵を包囲して
でお前のがやばいな。どけ。急いで。あ、怖い。今なら敵の不意をつける。だから。こちらも全力です。マジで。この超死竜をやりたくて。もう行っちゃ。ですが、私にも次の一手があります。よくやってくれた。よし、仕留めきれんかった。わしらも攻めるのじゃ。あ、やばい。やばい。見えんのやってマジで。脇をすぎ。敵本陣を使う。私の神明を。ああ、なんか覚醒する。覚醒する覚醒。うわ、怖っ。覚醒はいかんやろ。やばい、やばい。俺の護衛兵ちゃんが死にかけとる。え、あれは親衛隊長は敵を打ち破る方法。隊長は おった邪魔でんな。よし、なんか来てない。なんなあいつ、もう意味わからんところで来んなや。あんなおったっけ。記憶にない記憶にないよ。あんなやつおったっけ。遠いやんか。なんでこういう端っこと端っこに出るかな。瞬間移動したいんやけど。テレポート、テレポート。あ、ダメダメ、ないないよ回復が。普通これ全部に置いとくんじゃないの、回復って。補給拠点なんやったら何のための補給拠点な。長将軍団が多分ね、あれ負けるんじゃない？はあ。お前、ざけんなよ、マジで。あ、マジざけんなよ。めっちゃ無駄足やん。ショック。もう一回、右下任せるか。倒してくれるやろ、勝手に。士気下がりうるし、勝手に。向こう。掘っていこう。掘って、孫権倒そう。まあでも意外となんとかなったな。もうちょっと苦戦するかなと思ったけど。攻撃負荷がついてないのきついよな。範囲攻撃が多い割に月とか縦攻撃が多いけんさ、反撃されるしさ、チャージダッシュがそもそも使えなさすぎて、結構厳しいな。チャージ位置を軸にやっぱ組み立てていかないかんのだと思うわ。だから俺はそんなに器用じゃない。納金にはきつい。納金には結構超きついと思うよ。意外と超運使いにくい人多いんだよ。やっぱ横投げ払いがもうちょっとだけ増えてくれると全然違うよ。うわぁ、なるほど。そのさぁ、なんなのその。その隙の多さもドン引きよ。よし、のけ。OK、 さあ行くぞー。
行くぞ。あーやばい、集団リンチや。カズに物言わせろ。オッケー、追い込んでしまいましょう。お前飛ばすなってマジで。いける、ここで決める。オッケー、終了。難しかったー、使いにくい。使いにくくはないけど、なんか今一つ足りん感じ。やっぱり月が多すぎる、月盾が多すぎる。危うい戦であったな。お前のせいでな、全部お前のせいけどな。天に文長玉徳が力を貸してくれたのだろうが、戦が終わった今、皆の意見を聞かずに戦ったことを許してほしい。これからも私を見捨てず、職を支えてくれ。超絶自分勝手。お前やっぱり自分勝手すぎるって。反省文毎日3枚は書かんと。お、モデル増えたね。無造18。まあ、悪くない。あいげ、そういうのが欲しかったねって。なんでわからんかな。今更新しい護衛武将が鹿。この護衛武将はその際一個、これはなしです。さあ、ということで超終わったんでエンディング見ましょう。ちょっとお届けします。ラストですね。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。張雲、あざ名は紫竜、定山郡新定県の人。義に厚く誠実な人柄で、文武ともに才あり、その槍術は天下に並ぶものがなかった。世の乱れを正さんと志すも、生涯を賭して仕えるべき主君を持たず、悲嘆していたその時に劉備との運命的な出会いを果たす。数年を経て晴れて劉備の帰化となった。建安13年、劉備は慶州で曹操の大軍勢の侵攻を受けた。民を率いて南下する劉備軍は長藩の地で曹操軍の追撃に大敗。劉備の子アトが戦場に取り残された。この時張雲は短期で敵の大軍に切り込み、群がる敵兵を次々となぎ倒して、逃げ遅れた後を見事に救出する。劉備は我が子よりも張雲の無事を喜び、その武勇を称えた。劉備の全幅の信頼を受けた張雲は、それに応えるべくさらに武功を重ねた。そしてついには関羽や張飛らと並び、五胡大将に数えられるまでになる。医療の戦いの後、劉備はこの世を去った。しかし張雲の忠義は揺らぐことなく、劉備の後を継いだかつての後劉禅を全力で支え、職の忠誠として戦い続けるのだった。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でも強い輝きを放ち続けている。
さあ、ということで、超運、終わります。難しかったです。結構難しかった。あのね、もうちょっとだけね、横振りというか、横振り攻撃が増えてくれたら嬉しいかな。あの、チャージラッシュもさ、横振りとかだったらさ、やっぱ義援がやっぱ圧倒的に強かったやん。ああいうのになってほしかったなっていうのが正直なところですね。まあ、チャージ1が無敵なんで多分。そういう意味で言うと、優遇はされてるね。これはあと、失礼しました。龍泉様。よい。超雲殿の前では、私はいつまでも幼き後だ。お父上の、劉備殿の大使、私たちで成し遂げましょう。はい、ということでですね、終わります。うん、まあ難しかったわ。結構難しいレベルだったと思う。まあでも、ね、やっぱ転移とか、やっぱアイドルに比べたら全然やね。やっぱリーチが長いけん。リーチ長いし、チャージ音がやっぱ優秀やったんで、そっちでなんとかなる感じやったね。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。また次ですね。なんか、キャラ。次、加工と、加工園かな。加工園でやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。